はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はお知らせの方で、なんと幕愛の物語キャンペーン第15弾が来たということで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。いやけどクリスマスどこ行ったっていうのが、まあ個人的な意見ですね。はい、ではまあ見ていくんですが、今回期間限定で15弾やりますよということで、まあここにいる、キャラクターたちの幕愛の物語が追加されているという形になります。で、改正期間に関しては21日まであるって感じですね。で、まず期間限定で全てのサーバントの幕愛の物語の消費が2分の1になりますよということで、まあこの1週間の間は幕愛の物語が、半減されるという形になるんで、まあまだ終わってないよって方に関しては今のうちにやっておくといいかなと思います。で次、期間限定で対象のサーバントの強化大成功極大成功が2倍にということで、ディオスクロイ、清少納言、パリスくんちゃん、ロムルス、ロバーツ、処分先生、アストライア、この合計2、4、6、7体がまあ対象で育成しやすくなってますよってなってるんで、まあもし育成してないよっていう方に関しては今のうちに育成しとけばいいんじゃないかなと思います。ではそこから見ていくんですが、まずディオスクロイに関しては普通の幕愛が追加と、これ得意点 F クリアっていうことで、わりかしあすぐ幕愛来るんだって感じだよね。で、ナゴンさんも得意点 F、 パリスくんちゃんも F、 ロムルスは終局、ロバーツは F、 処分先生も F、 わりかし F 多いな。アストライアだけが、ロストベルトナンバー3プロローグクリアという形になっております。で、宝具強化されたのが処分先生とアストライアとなっております。でまあそこら辺の性能は後々にまた別途違う動画でお話ししていくんですが、処分先生は単純な宝具火力のアップ、アストライアは宝具火力がアップして無敵貫通がついたという形になっております。はい、まあそれぐらいのやつ、まあ強化とかがあるよってやつですね。でアップデート情報としては特にまあなしということで以上です。終わってしまった。はい、まあ本当にこれだけですね。まあ14日俺的には今日からクリスマスの情報が出て、まあ水曜日ぐらいにクリスマス来んのかなとか思っていたんですが、来ずということで、ちょっと本当にいつクリスマス来るんだろうなっていうのは気になる点なんですが、まあ多分あさってぐらいには始まってるんじゃないかな、水曜日には始まってるんじゃないかなと思いたいので、まあ明日また何らかしら情報出るの待機かなっていう感じかなと思います。はい、以上ということで短い動画でしたが、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.